はい、こんにちは、ボニリージャパンの、西尾です。この動画はワインはある程度知っている、でももっと知りたい、味好みは分かってきたけれども、どういった基準で買ったらいいか分からないという方のための、動画です。最後までご視聴ください。先日までイタリアの北部の話をしておりましたが、特にピエモンテ州、バローロの話をするところで、時間となりましたので、今日はバローロの話をしたいと思います。ピエモンテの、トリノっていう、大きな町から、車ですぐの、南の方、南西ですね、に行きましたら、バローロの産地があります。で、一口にバローロと言いましても、フランスの例えばピュリーニ・モンラッシェとか、ムルソーとか、シャサン・モンラッシェとか、各村ごとのワインとかいうですけれども、バローロっていうのは結構広くてですね、全部で11カ村の村が、まとまって、ランゲ丘陵のところにですね、バローロの産地があるということで、比較的大きい産地なんです。でもイタリアの方では大変、世界では大変有名で、イタリアの、三大有名な、ワインの一つになっております。バローロとバルバレスコを、ツイートしましたら、もう一つはですね、キャンティの方にありますブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、あとはですねベローナにあります、アマローネの、赤ワインが、三大赤ワインです。もちろんボルゲリとかあの辺りでですね、ちょっとこうボルドー風の、スーパートスカンというのも、別途あるんですけれども、DOCG、のつく、ワインとしてはですね、この赤ワインの3つが大変有名であります。小さな区画とかを入れればですね、100以上のですね、バローロは、細かく分かれております。現地行ってもらってきたあのバローロの地図がここにあるんですけれども、これがですね、よし、こういうバローロの地図なんですけれども、こういったなんかね、オフィシャルマップがあるんですが、バルバレスコもこれあります。で、それぞれの、畑の名前がですね、フランスのワインは、こういった畑のワインに対して、例えばグランクルーとかですね、プリメークルーとかいうのが、格付けにあるんですけど、こっちの方はないんですね。ですからそれぞれに言い悪いは当然、畑の区画にあるかと思います。それからもう一つ、地図出てるかもしれないですけれども、11カ村と言いましたが、11カ村というのもちょっと含まれてる、ちょっとバローロの地域に入ってるということで、有名な村はですね、4つか5つなんです。その一つがですね、ラモンラ村、それからその下の、バローロ村で、でちょっとここはちょっと落ちるかもしれないですけれども、その4つにもう一つ入れるとすれば、そのバローロ村とセッラルンガダルバの間にある、モンフォルテダルバっていうところのですね、五カ村がですね、特に有名です。ただ、最近のあの気候がですね、これは本当に温暖化なんかとは思うんですけれども、温暖化現象で、実はセッラルンガダルバっていうのが一番左の山の上の方にあるので、標高高くて結構ですね、なかなか熟成しなくてタンニンが多いって言ってたセッラルンガ村のワインがですね、最近、温暖化によってそうでもなくなってきたというような、現象があります。もちろんラモーラ村なんですけれども、ラモーラ村もあのちょっとこう下の方はすり鉢状態になってましてですね、ラモーラで、これあのラモーラ村なんですけどもね、ラモーラの村があるんですけど、
とこうすり鉢状態で、この上の方上の方よりもまあこの辺の下の方が良かったんですけども、だんだん気候変化によってこういいのがこの上の方の畑になって、上の方は意外とですね、ラモラモラの上の方行ってきたんですけど、生産者がですね、シャルドネとピノノワールも植えてるんですね。ですから一度私見に行ってきたことがあります。とか思ってね、犬しようかな思ったけどやめました。というわけなんですけれども、以前品種はですね、お話した通り。ネビオロには4つあるんですけれども、ランピアっていう品種と、あ、ごめんなさい、ミケが最初ですね、ミケ、ランピア、ロゼというのがね、この、バローロの産地で、植えてる、その4つあるうちの3つのネビオロは、ここで混ざって植わってる。特にミケがいいだろうなというのは私の個人的な評価です。で、生産量はですね、それとバローロは熟成期間、スペインもややこしかったんです。バレンシアあたりは短い期間で1年ほどでもリゼルバが名乗れて、1000円ちょっとぐらいでもですね、バレンシア地方のティントっていう赤ワインは、リゼルバで売ってたというようなね、ことがありましたけど、もう統一化されました。イタリアの方はまだ統一化されておりませんので、バローロが一番熟成期間が長いです。バローロに関しましては通常のバローロで、38ヶ月、瓶熟成も含めてだから36ヶ月3年ぐらいとかですね、25、6ヶ月、樽熟成、OW で樽熟成してさらに瓶熟成を寝かせまして、38ヶ月で出荷とかですね、リゼルバに関しましてはなんと62ヶ月、まあ、5年寝かして2ヶ月瓶熟成をさらにしてからの出荷とかですね、非常に一番長い規定になります。バローのリゼルバはまああるんですけど、あまり見ないですね。普通のバローロでもう38ヶ月ですから。収穫量は両方とも8トンですので、だいたい 0.7 かけまして56、7波56の56ヘクトリッターからまあ60、56ヘクトリッターパヘクタール、ボルドーにしたら AC ボルドー並みの、量は取っておられますが、まあ、ブドウそのものの房が大きいんでね、ネビオロはね。まあ、房大きいと、まあ、ネビオロはそこまで大きくないんですけれども、まあ、でも品種は非常に作るのには難しい。ブルゴーニュのピノノワールみたいだとは言われております。作るのが非常に難しい。その分その場所によっていろんな個性の味が出るということで、バローロなんかは値段が、ピンからキリまであります。で、地図ってここにも出しますけれども、地図のですね、真ん中あたりのところ、ラモーラ村とかいうところとセダルンガ村あるんです。これ真ん中あたりのこの辺がちょっとあまり単一畑のあれがないんですけれども、この辺はですね、結構協同組合がですね、畑を持ったりしてですね、でいろんなラベルで出すもんですから、出どころは一緒なんですけれども、ラベルが違ってというのでですね、非常に安いバローロだなと思ったら、その辺で作ってる共同組合の、共同組合全てが悪いと言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、低価格品だというふうに思います。まあ、私個人的にはですね、ラモーラ村とそのちょっと向かいの、ファレットのところか、セッラルンガダルバのところの、村のコミューンの名前のついたバローロは多分一ランク上のバローロとしてですね、コミューン名付きの、バローロ、もしくは、シングルビンヤードの、バローロがお値段が高く出てるんでしょうけど、それなりのものはあるように、思います。若い間のですね、バローロの特徴といたしましては、ちょっとチェリーとかバラローズ、それからまあバイオレットの香りの感覚、味の感覚、樽熟成も
長いので、まあ、大樽ですよ。フランスの小さな樽で、3年も4年もやったらですね、もうすごい強烈な樽の味になるので、大きな樽でですね、やるんですが、まあ、それでもやっぱりちょっとスモーキーな、それからタールのような、香りがしてます。これがですね、まあ、38ヶ月なんですけど、さらに瓶熟成をしまして、10年ぐらい経ちますとですね、さらにこうちょっとしたあの芝生のようなとか皮のような、さらにチョコレートのような、香りが出てくるという非常にあのユニークな、ワインでございます。まあ、ネビオロっていうのはそういうあのバロール、バルバレスコを、高級ワインの筆頭としてですね、他はですね、ロエロっていう産地で、ネビオロが植えております、それから同じそこアルバの産地なんですけど、ネビオロダルバとかですね、ランゲでも、ネビオロ、まあ、以外にドルチェットとかね、それからバルベラも植えてるんですけれども、ネビオロランゲというのが、商品として出てきております。まあ、あのこの辺の地域は、一応ですね、一番早生の品種としましては、ドルチェットです。一番早く収穫して、その次にバルベーラ、で一番最後に、収穫するのがネビオール。なかなか色のつきも難しいんですよね、ですから待って待って、リスクも多いんですけど、待って待って最後に収穫するのが、この、ネビオールです。で、ドルチェットなんかはどんな味かと言いましたら、まあ、比較的あの酸は少なく、その代わりちょっとタンニンの多い、バルベーラとは逆の味なんですね。ところがバルベーラはですね、非常に酸があって冷たく感じる酸なんで、夏場冷やしたりして非常に美味しい、品種です。まあ、ネビオロに関しましては、まあ、熟成型、色はですね、ガーネット色とかですね、こうやや赤い色がチョコレート色になったりとか、もっとこう薄くなってきたりしてもですね、味の方は、傷んでおりませんので、バロールを、一度飲んでみてください。最後になりましたけど、このヴィンテージチャートがありましてね、最近ではやっぱり2016年が非常にいいです、その前は2010年、2008年、2006年が一応あの、非常にいいヴィンテージチャートで、出ておりますので、この写真、ここのですね、これを見てください。ということで、今回は、バロールを中心としてピエモントは一旦終わっておきます。次回の動画は、まだ決めておりませんが、その隣の、フランチャコルタの産地のですね、ロンバルデーに行くかベローナに行くか、もしくはですね、キャンティの方の、トスカーナに行くか、お楽しみください。今日の講義はこれで終わっておきます。どうもご視聴ありがとうございました。また見てください。